SSRV6 オソアビアヒム SSSRV6 オソアビアヒムは1930年代のソビエト連邦の反攻勢飛行船であるイタリアの飛行船設計者ウンベルトノビレが設計したソビエトの飛行組織オソアビアヒムから名前が付けられソビエト製の飛行船としては最大のものの一つで最も成功したものである1937年10月に グラーフ・チェッペリン号の記録を破って、飛行船の連続対空時間の世界記録130時間27分を樹立した。1938年2月、流氷に閉じ込められたイワン・パパーニンの局地体験隊の救助に、ムルマンスクに派遣されることになった。モスクワの基地からムルマンスクまでの飛行の間に、局地の天候に対する飛行特性がテストされた。 1938年2月5日、16時45分、ムルマンスクの 280km 南のカンダラクシャの近くの高地に衝突し、乗員19人のうち13人が犠牲となった。公式の発表では、革命前の古い地図の地形が間違っていたことが事故原因としたが、視界の悪かったことと操縦ミスが事故の原因であったとされる。 犠牲者は、モスクワのノボデビチ墓地に葬られ、墜落現場には1968年に記念碑が建てられた。SSSRV6 オソアビアヒムの事故は、ソビエトの飛行船の開発に打撃を与えた。SSSRV6 オソアビアヒム墜落事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。